また外側三振。2球目インコースの球打っていきましたがファウルボールです。食い込む球を持っているというのは吉田にとっては厄介だと思いますけれども、最後は外に逃げる球でした。最後は外の球を振らせました。空振り三振です。最後は外、まっすぐ空振り三振です。